こんばんは。ヘルニアにあって抱き枕とクッション2つ欠かせない下町の腰痛持ち一般長 This is 沢森福士です。今日はですね、こちら昨日飲みまして、本当はね動画上げるつもりなかったんですけど、これは素晴らしいなと思って上げようかと思って今撮影しております。某インポーターさんの決算セールで買いまして、お値段は言えないぐらい激安です。っていうぐらい年に1回ぐらいの大特価で入荷しました。会員さんの方はねメールマガジン見てご存知だと思うので、ぜひ価格を知りたいなとかいう方は登録概要欄に載せますんでよろしくお願いします。僕もワインソムリエになって約13年目なんですけど、まずこちらね、はい、ロワールのですねブーブレっていうワインなんですけど、はい、シュナンブランを使った白ワインの産地なんですよね、フランスので。特徴がブーブレというと、甘口から辛口まで味わいが認められてるということで、基本的には例えば、ブルゴーヌのシャルドネなんか全部辛口ですし、ボルドーになるとアントルドメールとか AC ボルドーとか基本は辛口ですよね。でソーテルネって言うとキフワインとか、いわゆるアペラシオンごとにワインごとに甘辛度っていうのが決められてるっていうのが基本だと思うんですけど、スパークリングワインは別としてね。だけどブーブレは甘口からね辛口まであるということで、ぶっちゃけ言うと1000円でお釣りがちょっとくるぐらいかな。初めてですよブーブレをこのかね、こんぐらいの価格で売っちゃうのってっていうぐらいの感じで期待してたんですけど、実はこっちの方が良かったというね。これもお釣りがくるぐらいなんですけど、でこっちがですねマジ珍しいですよ。僕イタリアの白です。トスカーナなんですけど、トスカーナの白ワインってあんまり見ないですよねっていうぐらい、これ IGT って言って地理的表記っていうね、いわゆるトスカーナっていうとほとんど赤ワイン、ブルネロ・デ・モンタルチーノとかキャンティとかね、あると思うんですけど、基本的には白ワインっていうのはベルナッチャでサンジャミーノっていうねリオ CG が認められてますけど、それ以外ってやっぱ広域にならないとなかなかないと。でやっぱりもともとトスカーナの歴史を見ると赤ワインに白ブドウを混ぜる歴史があるので、基本的には昔から白ブドウっていうのも栽培はされてたと思うんですけど、ただそのがっつり白でワインですって作ってはないっていうのがあるので、トスカーナの白って聞くとそんなに生産量自体もね多くないのでなかなか見る機会がないかなと。もう基本的にはレストランとかワインバー行くとあるかもしれないですけど、スーパー行ってもあんまりないと思うんですよね。ブドウがシャルドネ・ビオニエ、このスペックだけ見てね、ちょっとカジュアルでほんのり甘さも効いたワインっていうのをね思ってたんですけど、これね後でちょっと2本目に言いますけど、めちゃ良かった。在庫あるだけ、はい、じゃあブーブレからいってます。ブーブレマジで大好きで、これもう飲んでるからなんですけど、ゆえのねブーブレとか大好きなんですよね。シュナンブラン最高説って過去に動画も作ってるわけで、シュナンブラン大好き、ニコラ・ジョリー大好き、とにかくシュナンブラン好きなんですよね。酸が穏やかで甘さがちょっと感じやすい、まあキフワインにも使われるブドウっていうのもあるから、ちょっとねボルドーのセミオンとかそんなね粘性の強かったりとか、そんなニュアンスが感じれるワインなんですけども、もちろん酸も強いんですけどね、苦味と甘さっていうのが特徴かなと思うんですけど、これに関しては中甘口ぐらい、辛口っていうとちょっと甘いかなっていうぐらいの残糖量です。軽く冷やしてると酸もサッと、レモンって言っていいぐらいの酸、シャープな酸がある中でちょっと粘性ドロッとした感じがあると、やっぱ糖度が高いって意味なんですよね。終始ブドウ由来のちょっとカリンをちょっとだけ砂糖漬けしたような、蜂蜜を垂らしたような甘さが終始ある。シュナンブランの特徴っていうのは非常に出てます。こんなねいいシュナンブランの蝶が現れて3桁で買えるってめちゃくちゃないんでおすすめ。おそらくね酸っぱいのが苦手とかいう人はぜひシュナンブランを飲んでもらえたら絶対好きなワインかなと。あとね結構お客様でも酸っぱいの酸が苦手って方が多々ね、僕ぐらいね本当にもう毎日週60人ぐらい接客してると多々ね聞かれるんですけど、そういう場合はねこういうシュナンブランとか、あとおすすめは南フランス、特にローヌですかね、カジュアルでお安く買えるワインって言ったらローヌの白、コートディローヌの白とか買うとすごいおすすめ。あのローヌのねワインってもちろん酸もなくないんですけど、比較的ボディが強めで
甘さ苦味っていうのもあるから、そうシュナンブランと味わいの構成って非常に似てるから、酸がねちょっと あるんだけど他の味わいが強いから酸っぱく感じないっていう特徴があるので、ぜひ南フランス寄りの特にコートディロールがおすすめですかね、飲んでみてもらえればと思います。はい、こちらはシャルドネビオリエとビオロジックです。はい、ビオロジック認定がついてます。色合いはね結構これもね濃いんですよ。シャルドネビオニエってね、まあビオニエとかになると結構濃いんですけど、結構しっかりしますよね。この時点でね、うわカジュアルな味わいじゃないんじゃないって感じで、今おつまみも作ってるんですけど、このところに合わせますよ。きた、もう香りはねシュナンブランと比べるとめちゃくちゃドライな感じなんですけど、非常にミネラル感っていうのも感じる、塩っ気ですね。で柑橘系のニュアンス、シャルドネっぽいね、あのいわゆるシャルドネ、皆さん飲んだことあるんですけど、シャルドネの香りもすごい芳醇にするし、香りだけでねちょっとビオネの特徴っていうのなかなかねつかめない。いざこれを飲んでみると味わいはですねビオニエの方が強くなるというね。でそのビオニエの特徴って、果実で言うとレモンじゃなくてグレープフルーツ、苦味と酸が効いた、甘さが効いた酸っていうかね、そんなニュアンスと、あとほんのりねちょっとやっぱ粘性も高いから甘さっていうのも出てくるんですよね。こっちはねグレープフルーツにちょびっとだけ歯に蜂蜜をかけて、グレープフルーツを皮のまま添えて食べた時の苦味っていうのが出てくる感じで、これ本当にビオニエの特徴なんですけど、本当に脂質的にもめちゃめちゃ高いなって感じで、まだまだ熟成もできそうな感じで、ボディも厚い感じと、こんだけしっかりしたビオニエの感じもあるし、1500円ぐらい出してもいいかなっていう味わいなんですよ。もっと出していいかな、1キュッパぐらいギリギリ出していいんじゃないかなって感じなんですけど、とにかくねめちゃくちゃよくできてる、余韻もめちゃくちゃ長いし、これはね僕はねプチコンドルって呼んでもいいぐらいのクオリティ。コンドルってねフランスになるんですけど、僕大好きなんですけど、北ローヌでですね白ワインの名城地っていうとコンドルで、コンドルっていうとビオニエの産地なんですよ。あとねコンドルってやっぱねめちゃくちゃビオニエで優秀な有名な産地、名城地なんで、しっかりしたビオニエの味わいとボディ感っていうのと、ちょっと白ワインにしたら熟成もできるような味わいが出てるんですけど、プチつけていいぐらいこれ結構しっかりよくできてるなっていう。今年もう4ヶ月経ちましたけど、このデイリー系では一番ポテンシャルがある白ワインなんじゃないかなと思っております。数もあるだけです。ぜひ飲んでみてください。これにはねまずちょっと簡単にこれからいきましょう。成城石井さんで買ったブリー、ブリーですよ、白カビのチーズです。 JR 総武線下町の小岩にですね成城石井ができまして、駅の中に成城石井とカルディが入ってるってね、もう最強でしょうって感じ。あと他にも輸入食品のお店さんもあるし、魚屋も肉屋もあるっていうね、下町っぽくなくなっちゃってる感じ。しかも無印もあるんですよ、やばくないですか、スリーコインでもあるし。なんで白カビをね選んだかというと、昨日これ飲んだ時にずっとね何合わせたいかなと思った時に、甘さボディ感っていうのが強いから2つとも白カビかなと思って、で白カビのブリーとかねカマンベールとかでもそうなんですけど、特徴って赤も白も両方合うんですけど、もう本当にねブリーとか白カビって万能型って言いたいで、特に熟成があんまり進んでないチーズね、ワインのボディとか厚み甘さっていうのもすごい引き立ててくれるんですよ。だからおすすめなんですけど、もうね困ったらチーズはブリーに合わせてくださいって言っていいぐらい熟成、古酒とかになると白カビでもカマンベールの熟成タイプとかちょっとドロッとしたね感じがいいんですけど、こういうねいわゆるカルディさんとかでも売ってるブリーとかはまだ熟成が全然ほらね硬いっしょ、熟成するとこれドローってなっちゃうぐらいなんですね。だから若いワインには若いチーズで合わせてください。おいしい。白カビの方を一緒に食べるとちょっと白カビっぽいねニュアンスも出てくる中で、言っていますよ、口に香りの余韻が残ってる中で、不思議なんですけどね、これ多分ね白カビのニュアンスとクリーミーな感じがもうね口に入れた瞬間、さっきも言いましたけど酸よりもボディ感っていうのがめちゃくちゃ出てくる。
だからさっきも言いましたけど、酸っぱいの苦手って人はぜひね、おつまみチーズとかで一緒に食べてみてください。甘さとかボディ感っていうのはめちゃめちゃ強調されるから、もちろん酸も感じれなくないんだけど、ワイン単体で飲むよりは酸は穏やかになる。シュナンブラントもいってみます。同じくっすね、こっちの方が合います。ブーブレだともともとやっぱ甘いから全然合わなくないけど、若干ほんと若干白カビの生々しさ、臭みがちょっと出ちゃうかなっていうのがあるので、そうですね、甘口っていうよりもやっぱ辛口の白ワインのがブリーは合うかなと思いました。あともう一品あります。はい、サバ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 に合わせます。干物なんでちょっとね、塩とかはいらないぐらいの塩味と油感、旨味が乗っちゃってる感じですけど、これに白ワインと合わせるときは、で、ビオニエをね、今日は合わせようと思ってたから、果実はこれにしましたよ。ライム、ライム。ビオニエってさっきも言いましたけど、苦味がね、すごい特徴で出てくるんじゃないかなと思ったから、レモンじゃなくてライム、贅沢にしっかり絞って、油の多い腹の部分をがっつり取って、はい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 、想像以上に結構しっかりうまみが出てる美味しいサバの中に結構ライムの香りがしっかり乗ってます。間違いなかったです。普通に合う。魚の臭みも出てこない。マリアージュポイントね、これは90上げてもいいですね。ブリーとかね、イオンさんでもね、買えるし、サバとブリーとワインがあれば、こんなにね、食生活豊かになるというね、週末飯としても最高かなと思います。ぜひ、残りわずかなんで、今日もう撮って、明日編集してアップしますんで、岐阜の M さん、いつもありがとうございます。では、乾杯。普通にめちゃくちゃうまい。